サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 AWS セキュリティハブに新しい標準として CIS AWS ファンデーションズベンチマークバージョン 3.0.0 が追加されました。今回のアップデートにより標準が次の7つになりました。 1. AWS 基礎セキュリティのベストプラクティスバージョン 1.0.0 2.CIS AWS ファンデーションズベンチマークバージョン 1.2.0 3.CIS AWS ファンデーションズベンチマークバージョン 1.4.0 4.CIS AWS ファンデーションズベンチマークバージョン 3.0.0 5.NIST スペシャルパブリケーション853リビジョン5 6.AWS リソースタグ付け標準バージョン 1.0.0 7.PCI DSS バージョン 3.2.1 Amazon S3 が HTTP エラーが発生した際にバケット所有者へ請求がされないようになりました。 Amazon S3 は外部の AWS アカウントまたは AWS 組織から発信されたリクエストで HTTP403 アクセス拒否エラーが発生した場合、バケット所有者には料金を請求しないようになりました。課金が発生しないエラーコードについては概要欄の AWS 公式ドキュメントをご覧ください。 VPC フローログスが ECS のサポートを拡張しました。今回のアップデートでは VPC フローログスに含めることができる情報としてECS の詳細なメタデータを含めることができるようになりました。これにより VPC フローログスのログ分析をする際に ECS サービスやクラスターの関連付けができるようになり、トラブルシューティングの効率化が期待できます。 Amazon VPC Lattice が TLS パススルーをサポートしました。 Amazon VPC Lattice とは VPC をまたいだアプリケーション間の接続を簡略化するマネージドサービスで HTTP、HTTPS、GRPC をサポートしています。今回のアップデートではTLS パススルーがサポートされたため、VPC Lattice を用いた TLS 通信をエンドツーエンドで行うことが可能となります。サーバーワークスメールマガジンでは、毎週アップデート情報をピックアップしてお届けしています。概要欄からぜひご登録ください。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。